さあ今週もスタートです。ワッキーカイヤマのファニーガチャ。このコーナーではガチャガチャカプセルトイの保有個数10万個の私ですよ、はい、ガチャガチャの本を5冊も書き上げております。私ワッキーカイヤマが女性やお子さん家族で楽しめるガチャガチャを毎週一種類紹介するコーナーです。まあ今日はね花傘ね、ということで我々はね浴衣を着ながらやってますけどもね、じゃあらーみちかちゃんめんこいじゃない。これいつ買った浴衣ですか。これはだいぶ前に買ったはい、よろしくお願いします。なんかやっぱお祭りの屋台にもね入ってそうな、そんなガチャガチャを今日用意いたしましたんで、はい、今しましょうね。あらなんかちょっとうなじも色っぽいですよ、うん、いいね浴衣の女の子がガチャガチャ回すのもねはい、あ、デニム。そうです。そのままね、アイス、そう、スト○○○コーンズのみたいなね、カップに入りました。もう開けてください。もうカプセルレスですよ。なるほど。ね、はい。もうカプセル自体がそのアイスクリームが入っている入れ物みたいな。ビってやっていいよ。ね。一生懸命。あ、アイスクリーム。バレた？はい。玉球のアイスクリームという。クリーム。もう開けちゃっていいですよ。あらあらちょっとほら、ね、何色当たった、これは緑、緑ね、チョコ、チョコミントですね。お、目がついているでしょ、だっているだもん。そういいよ、袋も開けちゃってね、かわいい、はい。まあ、その他にですねストロベリーとかクリームソーダ、バニラ、ミルクティー、チョコバニラとです。今落とした、全6種ということで、ちょっとカメラの方にも見せてよ、ワンちゃん。超可愛いんですけど、チョコミント、しっかりチョコミントですねこれは本当にね、ね、チョコミント。ただ溶けないチョコミントってのは非常に希少ですが、うん、これミチカ、はい、あのね2個3個買うとですね、うん、重ねることができるんですよ、うん、そのアイスをね、あ、ワンコちゃんを上にね、そうするとダブルやトリプルという、まさにまさに、トリプルなんか最高のね、最高の贅沢ですよね今ね、本当にね。いやでもちょっとこれ入れ物もさ蓋もついてるからどう、蓋しっかりしますよ、硬い感じこれあの冷凍庫に入れたら間違って間違っちゃいますよ、見えるかなっていう感じがしちゃう。開けてワンちゃんの目があったらちょっと怖いよね、うん、なんかちょっとオカルトな感じもしますがどちらかというとめんこいということでね、はい。チョコミントなかなかのクオリティだと私は思います、うん、カップにねアイスクリームってね犬の部分がね赤く書いてあるあたりもねなかなか可愛らしいんですがね、うん、さあということで玉球のアイスクリームを今日はねご紹介いたしました。はい、この玉球アイスクリームゲット難易度星いくつですか。ゲット難易度は星1つです。出たばっかりでもう行くとこ行くとこね、あのカプセルトイ専門店にはあります。ですから比較的見つけやすいんで、え、一応一つと、あとはまあ普通のアイスと違って溶けないですからね、うん、意外と入手しやすいかなって感じがありますけどもね。はい、今週はですね玉球からアイスクリームをご紹介いたしました。300円で全6種。実はですねカプセルトイニュースがありまして、本日のビッグニュースですが、はい、まあ、SDGs 地球に優しいということで、カプセルが紙ペーパーでできていて地球に帰るねカプセルが出ましたっていうね、ニュースが。そうなんですよ。でこちらもねあのカプセル自体がないのでもう商品自体がゴロッと落ちてくるので、うん、なんかそういう商品もだんだんと増えてくるんじゃないか、うん、でこのコーナーでも多分ね、はい、あのいつかはあのその紙でできたペーパーでできたカプセルに入ったね商品なんかもご紹介できると思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします、うん、さあそしてですね皆さんはねぜひあのご当地ガチャガチャなんかもねあったらね紹介してもらいたいんですが、その前にはい、このガチャガチャについてはですねワッキーカイヤマの YouTube チャンネルでも紹介しています。ぜひチャンネル登録いいねもお願いしますね。このコーナーでは取り扱ってほしいガチャガチャ、ワッキーさんへのガチャガチャに関する質問を受け付けています。そうですね、もう夏場でちょっとフラッとね旅行に行った感じでね、あれこんなにやばいガチャガチャがあったとかね、なんかあの教えてくれなくても結構でございますので、はい、ぜひお聞きの放送局 FM 山形のマジフラワッキーカイヤマのファニーガチャのコーナーまでどしどしお寄せください。ワッキーカイヤマのファニーガチャ来週もお楽しみに。